それでは画像サイズを変えてみます。まずメニューですね、メニューボタンを押して最初に再生メニューと出てますね。こちらをですね、一番左のところですね、これを下げます。そして撮影メニューに変えます。そしてここですね、ここを右を押して下げていきます。ここに画像サイズとありますね。今こちらを OK を押すと今 L サイズになっていますので、ここで変えることができます。